鎌掛かりの屏風岩。2019年9月6日撮影。鎌掛かりの屏風岩は、滋賀県加茂郡日野町にある国の天然記念物に指定された巨岩の露頭である。刃物で切り取ったように平滑な表面を持つ、この巨岩は、身の丹波体のチャートと結岩による五層のソーリ面と、これに直行する接リメントが交互に見られ、あたかも四枚折りの屏風が、 山腹に立てかけられているように見えることから屏風岩と呼ばれている。総離と節理とが極めて明瞭に残されており、1943年8月24日に国の天然記念物に指定された。鎌掛かりの屏風岩を大しかま掛かりの屏風岩の一平滑な岩の表面の様子。2019年9月6日撮影。鎌掛かりの屏風岩のある日野町は滋賀県南東部。 鈴鹿山系の綿向き山西六に広がる人口約2万千人の町である。国の天然記念物に指定された鎌がかりの屏部岩は、日野町南部の鎌がかり地区にある臨済州寺院、消防寺の東側、滋賀県道182号西、明寺水口線から日野川水系の滝谷川を谷川沿いに数百メートルほど遡った右岸にある城山の 三福に位置する。天然記念物に指定された、屏風岩は、底辺約31メートル、幅約7メートル、厚さ約4メートル、長さ約40メートル、最大部の幅約8メートルの平板状の巨岩で、チャートと結岩がそれぞれ編成作用を受けた軽岩と、粘板岩から構成されている。この付近一帯は、鈴鹿山脈の基板岩盤と小岩湖草群の一つで、ある、 カモウルと呼ばれる、個性層との境界付近にあたり、地層面が直立したり上下が逆転したりしている場所が見られるが、これらは地層が堆積した後に、鈴鹿山脈が急激に隆起した影響によるものである。しかし鎌掛かりの病部岩付近では一連の作り山運動による終局や、しおり局の作用を全く受けておらず、岩層がすべて直線的である。 天然記念物に指定される前の江戸時代には、石垣用など建築材料として、数多く切り出されて搬出され、鎌掛かり石の名称で、神社や寺院、民家等に多く使用されたという。そのため今日見られる、屏風岩は、かつての3分の1ほどのサイズである。ABC 鎌掛かりの屏風岩文化庁、ウェブサイト、2019年9月13日閲覧。 滋賀県高等学校理科教育研究会、地学部改編、P159。ABC 品田、P1011、P1013。石原、P1。滋賀県歴史散歩編集委員会編、P64。滋賀県歴史散歩編集委員会編、P72。ABCDE 滋賀県教育委員会現地、解説版。滋賀県高等学校理科教育研究会、 私学部会編、ピアニッシも13から 14? 鎌掛の病部岩公益社団、法人全国観光振興協会全国見るナビ、滋賀県日野町2019年9月13日、閲覧、ありがとうございます。